ピエドラブエナは、スペイン、カスティーリャラマンチャ州、シウダー・レアル県のムニシピオ。スペイン国立統計局による2010年の人口は4809人。自治体で最も標高が低い地点は、海抜540メートルであり、高い地点は800メートルから950メートルの、高さの山頂地点がいくつかある。面積は565.36キロ平方メートル。 住民骨章は、ピドリブーニロ、A。ピエドラブエナについての最も古い記録は、ローマ教皇グレゴリウス8世の教書で、1187年のことである。かつてこの地は、様々な文明が通り過ぎ、西後東国時代には徐々に人口が減少していった。イスラム教徒支配下では、マルカメディアの防衛のために、多くのベルベル人が定住した。 1212 12年のナバス・デトロサの戦いの後には、キリスト教徒によるレコンキスタ機関を通じて、カラトラーバ騎士団の一角を占めた。このことは、同騎士団と同地を領有するトレド大司教徒の間の紛争の要因となった。自治体主張は、カスティーリャ・ラマンチャ社会党のホセルイス・カベサス・デルガードで、自治体評議員は、カスティーリャ・ラマンチャ社会党、7。 カスティーリャラマンチャ国民党4となっている。ピエドラブエナはシウダーレアル司法管轄区に属す。ありがとうございます。